ですからいきなりガスの元栓が気になりだしたんではなくて、その雑念の一つとしてふっとこうあれさっきガスを閉めたかなっていうのも、いつもそう嫌われるんじゃないかって思いに駆られていて、心臓がこう締め付けられるような感じで、非常に緊張して、油汗をかくような状態になったんですね。それでね、これは困ったと。でこの薬を飲めば治るとか、あの病院に行けば治るとかもっていう、それを努力を繰り返せば繰り返すほどどん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 症状はひどくなってきました、逆に。自分のそういう何か心身のハンディキャップに気づいて、でそれが自分の生活にとって非常にあると不都合である、で過敏にそういうふうな受け止め方をするして、そしてどんどん気に病むわけですよね。今のままのこの性格では社会生活が営めないと、だからこれを何か変えなきゃいけないんだと。当時はその自分に勝つっていうのはすごく好きな言葉でしたね。この症状を自分の力で打ち消そうとか対峙しようっていう、常にその対決姿勢でしたね。この机を思い切り叩いてごらんなさいって言うんですよ。で叩いてどうだっていうと痛いです。この痛さが症状なんでね、強く叩かなかったら痛くない。つまり強く叩くっていうことはその力があるから強く叩くんで、それはよりよく生きようとするっていうことに置き換えて考えてる。よりよく生きようとするからいろんな風当たりがあって辛い苦しい。でもそれはよりよく生きようとすることに伴って起こるものだから、自分のものとして受けるしかない。それを取り除こうとするっていうんだったら、よりよく生きることを捨てるしかない。学校行けないだけにとどまらなくなって、そのうち外に出ることがすごい苦痛になって、その街歩いてても人からその自分の顔とか笑われてるんじゃないかっていう、焦るんですけどやっぱり不安で何か行動を起こせないっていう。森田療法ではよく使われるのはね、体得っていう言葉が、体で経験して悟るわけですよ、自覚するわけですね。これは知的な理解とは違うわけだ。体験的に得得することですよね。なんかやっぱり行動しても不安はついてくるから、まあつきものだって。だけどそれよりも、恐怖感の方がね先立っちゃってて怖い。だからそれを持ったまま行動していくより他にないって分かってますもんね。苦しいながらもそのまんまやっていくだけでしたよね。でそのうちに学校へ出ることが。徐々に苦痛でなくなってきたんですよ。何が取り去れないかって、そういうことを気にするっていうことね。何かの対象に気になる、気にする、気遣う、これは必要なんですね。大いに気にしていい、大いに気遣っていい。それがあるために自分の生存を脅かすものではないだろうかっていう受け止め方がそもそもの間違いであったっていうことに気づかなければ。違うのは、理想の自分に当てはめようとしなくなったことですね。その今の自分を許せない、認められない、お前は俺じゃないっていう、今はあそうそうこれが僕ってこれが私自身っていう感じ。今は変わりましたね。症状を持ちながらできてる自分が自分なんだっていう認めるようになりました。だから正直になったんだと思います。自分の生活の全体を背景にしてそれを考えてみるということですよね。それだけを取り出してみるっていうとその症状がものになってしまう。我々治療しようとする対象っていうのはものじゃなくて生きることそのものですから。